いやー、ということで、今回も動画撮っていこうかなというふうに思いますが、まあ、今回はですね、大津さんがですね、政治家女子48党代表の地位を確認ということで、なんか申し立ててね、5月の内容なんですよね。で、まあ、政治家女子48党の代表権をめぐりのところでね、ちょっと皆さんね、これ面白いので、まあ、読売新聞がね、出してくれてる記事なんですよ。今もうね、読売新聞すらですね、もう記事にしないし、産経も、朝日も、あと何だったっけ、どっかのせい、なんかね、記事に関してもですね、全然、出してくれてないと。五大新聞に関しては、一向にね、この NHK 問題っていうのをですね、NHK 党問題か、まあ、ね、内紛っていうのをですね、全然、言及してないと。まあ、令和のね、大津事件というふうに言ってるんですけれども、まあ、すごい気になるところではございますが、そのことについて言及していこうかなというふうに思います。はい、ということでね、政治家女子48代表権巡りをですね、代表権を巡って、なんていうか、元子役タレントの大津彩香さん、過去30歳がですね、現在31歳になりましたよ、がですね、代表としてですね、地位の確認を求めた仮処分の申し立てについてですね、千葉地裁は却下をいたしましたと。決定に関しては26日付ということで、大津さんはですね、3月の8日、立花さんとの公認ということで、まあ、当初の就任をしたんですけれども、ただね、立花さんが4月の7日、代表が斉藤健一郎参議院議員のね、42歳にね、変更されたということで公表していました。決定に関してはですね、政党が党員に対して行う処分にの逃避についてですね、まあ、なんていうんですか、ここですね、政党の自律的な解決を委ねるが適当だということで指摘されております。これ千葉地裁最初決定しなかったんですよね。で、裁判所の審判権がですね、及ぶとは解釈されないということで判断を一緒にしたと。その上、今回の申し立てについては緊迫性がないなどとですね、知り解けましたということで、もう1年経過しているので、この緊迫性っていうのはですね、今回で言うんだったら、まあ、取られたんだろうというふうに僕は判断することができますし、今回で言うんだったらですね、裁判所の審判権が及ぶと返されないというところに関してもですね、まあ、一般法秩序の関係ですよね。特に今回で言うんだったらですね、債権者、第三者の人たちにもですね、被害が、まあ、及んでいるということなので、裁判、所のですね、審判権が、まあ、及ぶと返されるんではないかと僕は判断しております。で、まあ、政党の自律的な解決をなんかね、自律的なね、解決を委ねるが適当だということで指摘されてるんですけれども、ここに関してもですね、この自律的な解決っていうのは、両者がですね、まあ、なんか議論を続けてやっていくっていう話なんですけれども、それに関してもですね、まあ、大津さんと斉藤健一郎さん側はですね、まあ、全然意見もね、相違してますし、もっと言うと、合意する内容っていうのが1年間経過されてないと。まあ、だからま、何を言いたいかっていうとですね、1年間何も進んでないんですよ、今回の。皆さんね、これ、もう、よく覚えておいてくださいね。今回、司法権が及ぶ内容に関してはですね、一切合切今回何も進んでないんですね。みんなで作る党とか、大津彩香さんとか、いろいろやってますけど、これって行政側ができることっていうのを、行政側が判断していろいろとやってるに過ぎないんですよね。にもかかわらず、今回の司法権が及ぶ、まあ、今回、まあ、なんていうのかな、その行政権にも影響が及ぶ司法権のね、なんていうのかな、決定っていうのは、全く何もやってないっていう状況なんですね。で、もっと言いますよ。まず最初に、なんていうのかな。ここね、皆さん、分かってて欲しいんですけども、最初、大津さんが申し立てした裁判っていうのは、却下されてるんですよ。わかります?千葉地裁の関係は却下したと。決定に関しては26日ということで。一審に関してはですね、大津さんね、大津さんが申し立てた内容に関しては却下されてると。で、原告側ですね。だから要はその申し立てした側が全部、その、なんていうのかな。まあ、裁判費用だったりとか、その他諸々についても払いなさいよっていう風になっていたと。で、今、まあ、なんていうのかな、NHK 側の方がですね、なんていうのかな、こう、追い詰められてるっていう風に言ってる人たちがすごく多いんですけど、そもそも一番最初の時の裁判の結果で、大津さんの主張っていうのは認められてないんですね。っていうことは、まあ、その後に今、立花さんの申し立て却下されてるじゃないかって言ってる人いるんですけど、じゃあ、今回の裁判で、じゃあ、客観的にね、遠目から見てみると、この裁判50-50だっていう風に判断することができるっていう風になんで判断できひんのって僕は思うんですけど、なんで皆さんその、なんか、まあ、なんていうのかな。まあ、どちらの主張もね、なんていうのか、尖った意見がね、すごく多いんですが、ただ一つ言えることがあるとすればですね、第三者から見てみたらですね、今回の裁判に関しては、大津さんがやってないことが多すぎるから、僕、立花さん側が勝ってほしいって言ってるんですね。それはもう皆さんなんとなくわかりますよね。特に債権者の保護だったりとか、その他諸々に関してはどうすんのと。ね、あなたたちが言ってることによってですね、債権者の人たちは、少なからず不当なね、なんていうのかな、時間を過ごしてるっていうのは事実でしょうと。ね、元金も返してもらってないで、貸し付けてる事実は存在する。借用書についてもちゃんと存在してる。で、党の、なんか、その代表者の印鑑っていうのも多分、押してるはずなんですよね、多分。NHK、国政政党、NHK 党のね、
多分その印鑑、証明だったって登録の関係とかもやってるはずなのでっていうことは多分それやってるはずなんですよ。ね、自民党は自民党の印鑑あるし、あれもあるし、ね、立憲民主党も印鑑存在してるし、ということは NHK から国民を守る党の印鑑もちゃんと多分存在してるはずなんですよね。で、そこで、まあ、前任者の立花さんが、ね、その、党の代表者であるからっていうので、なんか登録の実印を押してですね、借用書っていうのを作成して、それを郵送かなんかでやってですね、お金のやり取りをしたっていう、事実が存在してるんだったら、これに関してはもうきちんと、その、なんていうかね、返金とかそういったもろもろやっていかなきゃいけないっていうふうに、考えるのが妥当だと僕は思うんですけれども、なんで、ね、そのことについて言及してない人たちがすごく多いんだろうなっていうふうに思ってしまうんですよね。なんか自分たちが正しいと思ってるんだったらですね、じゃあ、きちんと法律的なね、手続きを取って、個人間じゃないけれども、個人から貸し付けされたお金っていうのを、きちんとその他ね、もろもろに関してをですね、ちゃんとやってるにもかかわらず、それについては認めない寄付だ、収入だって言って、ね、言及してるっていうのは、僕はちょっとおかしいと思いますよ。ね、きちんとやってるし、そもそも、なんていうか、党に関してはですね、前任者が借金だっていう認識があって、ちゃんと返金もしてたと。もうその、その段階で行動実績も伴って、ちゃんと、なんていうのかな、借金債権であるということの認識も存在してる。で、それを、なんていうのかな、立花さんが大津さんの方に変更したっていうことはですね、その借金についても引き継いだっていうことですよ。で、なんていうかな、引き継ぐっていう契約をしたわけでしょ、党と。ね、党の代表者である立花隆から大津彩香に変更しますよっていうことの、これをやったわけでしょ。ね。で、その、権利は自分の方でもらうと。ね。政党交付金だったけど、政党助成金っていうものを自分で受け取るみたいなことを言って、やったのにもかかわらず、結局その債権についても、債権については、まあ、いわばその、党を引き継いだ時にマイナスのね、ものに関しては私は受け取りません、受け入れませんっていう風にやっちゃってる時点で、まあ、なんていうのかな、大津さん側を、ね、助ける主張性がないと僕は思うんですよ。だってそうじゃないですか。今回の関係に一番ね、問題なのは、第三者を保護するっていうことを考えると、いや、大津さんが言ってることっていうのは、二重三重にもね、意見が変わってるわけですよ。それなのに、第三者のことを守ろうとしてるんですよ、彼女は、みたいな感じで言ってる時点で、嘘でしょっていう話ですよ。だってそうじゃないですか。りそね銀行の関係で、口座凍結したのは立花さんかもしれないけれども、じゃあ何のために、そのお金を引き出そうとしてたのっていう、それについても説明できてないでしょって。だから大津さんちゃんとそこについて説明するんだったら説明するってね、ちゃんとデータ存在してますかってないですよ。調べましたけどなかったですよ。 YouTube の動画もない。どうやってじゃあ彼女はちゃんとやってるなっていう風に言えるのっていう、そこでしょ。で、債権者の人たちはね、1年間利払いに関しては、ね、停止させられてるって状況下にあるのにもかかわらず、私たちが主張していることは正しいんだ、やってる、正しいことやってるんだ、してるんだっていう風に言ってることがですね、僕からしてみたら、うん、何を言ってるんだ、この人はっていう風に思ってしまいますよ。って思いませんか？普通の人だったら。だって、債権者は党に対して貸し付けをしてたわけですよね。で、貸し付けしてるってことはお金預けてるってことでしょ？ね？投資だからとかって言って。で、黒川さんね、過去にこんなこと言ってるんですけれども、ね、黒川さん個人にね、お金を貸し付けた人に対して1億円の借金の関係ですよね。いや、この関係に関しては貸してくれるって言ったんだから、って。俺は、だから貸してくれると。ね？お金借りたんだというふうに言ってるんですよね。まあ、ここまではまだいいですよ。ね？で、返済できるかできないかわからないみたいな感じで言ってるわけですよね。いや、もうこの時点で、じゃあ貸さないとかって話じゃないでしょっていう話なんですよ。いや、貸し付けされたんだったら、ね、一部に関してはちゃんと返済のね、予定とかいろんなものをやって、個人間でね、貸し付けした、貸し借りをしたんだったら、きちんとそこに対しての借用書もちゃんと存在して、結局、なんか黒川さんに関しては、そこに関しては負けてるわけでしょ。で、未だにね、なんか収益に関してのもろもろについてやっていきますみたいなことを言ってるんですけれども、じゃあ、黒川さん、今回のね、不動産の投資の関係でもろもろやってるかもしれないですけど、小木さん多分動くと思いますよ。はい。で、そういうことやってる事実が存在してて、そういった過去の判例とかっていうのも存在してるのにもかかわらず、大津さんは今回党に貸し付けた方が、貸し付けられたお金っていうのは寄付だって言ってる。でも、4000万の債権者の人たちは、いや、貸し付けをしましたっていうことのですね、意見を言ってる。で、自民党に関しても、なんていうかな、建物建てるときに銀行からローンを借りてたりとか、ね、そういった諸々の関係やってると。ってことは、なんていうのかな。
あなたたちが言ってることっていうのがそもそもおかしいっていう風に判断することが一般人からしたら正しいんじゃないかっていう風に思えないですか？なぜ黒川さんの話題を出したかって言ったら、黒川さんも貸し付けされて貸し借りをやってたっていうことの証明を自分でやって、結局裁判負けちゃって、でその1億円の借金に関しては自分で返済していかなきゃいけないって話を言ってるわけでしょ、ね、っていうことは結局その債権者の人たちを守る守らないっていうことを言った方が主張としては強いって話なんですよ。で、トヨタ弁護士に関してはその豊田弁護士のこの部分ですよね。自分たちが寄付されたんだって言った時点で裁判官としての印象っていうのは悪いと僕は思うんですけどね。で、正式にこれが寄付だって言って、じゃあ寄付なんだったら寄付で、その寄付でないという証明をすればいいだけの話でしょ。で、そのどっか借用書存在しておけばいいんじゃないですかっていう、いくらいくらを貸し付けされましたっていうことの借用書が存在してて、で、かつですね、当時の党の代表者である立花さんが党に貸し付けをされましたっていうことの証明をですね、まあ多分2枚保管してると思うんで、それのね、書類のですね、なんていうのかな、証明 をすれば済む話ですからね。で、結局そのことに関してなんか、豊田弁護士がどういうふうに判断してるのかどうか知りませんけれども、寄付ではないってことは事実だし、第三者である債権者の人たちがですね、一番辛い思いをしているこの状況をですね、もう一刻も早く終わらせるべきなんですけど、そのことについて何の言及もないっていうのは、僕からしてみたら党の代表者であるっていうことのですね、証明にはならないというふうに思います。まあ、これ3月の21日のね、判決すごい気になるところではございますが、これで却下だったらね、債権者の人たちが暴動を起こしてもおかしくないなっていうふうに僕は思うんですけどね。はい、ということでね、今回はね、まあ、動画以上になります。面白いと思いましたらチャンネル登録と高評価ボタンの方よろしくお願いいたします。以上です。